空を飛ぶプシュパカビマナ。ビマナは、ヒンドゥー教やサンスクリットの助字詩に登場する空飛ぶ、宮殿、あるいは戦車である。悪魔の王ラーバナのプシュパカビマナが、例として取り上げられることが多い。また、ジャイナ教の文献にも登場する。空を飛ぶ人員として描写されたプシュパカビマナの彫刻。サンスクリット語である、ビマナは辞義を取れば、計り分けることあるいは、 計り分けられたものという意味になる。モニア・モニア・ウィリアムスは、ビマナを、神々の車、あるいは戦車、または空を飛び自動で動く乗り物と定義している。文献によってそれは、車だったり、棺や船だったり、皇帝の宮殿であったり、中には7階建ての宮殿であるという描写も見られる。ヒンディー語などいくつかの現代のインドの言葉では、ビマナは、飛行機を意味し、 例えば、ビマナプラという飛行場の街がある。またヒンドゥー建築に見られる構造を指す言葉でもある。プシュパカビマナ。二つは空を飛び、残りの一つは地上に降りている。ベーダなどサンスクリットの女子詩にビマナの原型とも言える。空を飛ぶ戦車が登場する。太陽神、インドラや、現存するリグベーダでは、ビマナに関する記述は見られないが、一巻164。 章の47から48詩が、機械仕掛けの鳥について語られていると捉えられる、場合がある。スワミダヤナンダサラスバティはこれらの詩を、一家のように解釈している。プシュパカビマナに乗るラーバナラーマーヤナにおけるプシュパカ、ビマナへの言及が空飛ぶものとしては、初めての記録となる。このプシュパカビマナはもともとは、ビシュバカルマンが創造の神、ブラフマーのために作ったもので、 ブラフマーワートに、それを富の神クベーラへ譲る。後にランカー島と共に、イボ兄弟であるラーバナに奪われた。複数の言及が見られるが、例えばアスラであるマヤが12キュビットの周囲と4つの、車輪を持つビマナを所有している。シャクナビマナのイラスト。蝶津街で接続された翼とを使って、鳥のように飛ぶとされている。ビマニカシャストラは、 航空工学に関する20世紀初頭に記されたサンスクリットの文献である。ビマナ、すなわち神々の戦車の作り方を扱っており、チャネリングを通して記述されたと言われている。現存する文献は1952年、ジョシアルにより存在が明らかにされ、彼によればこのサンスクリットの文献は1918年から1923年にかけてパンディットスッパラやシャストリが 口術筆記させたものであるとされた。ヒンディー語訳は1959年に出版され、英語大訳のサンスクリット語版は1973年に出版されている。全8章3000の詩編からなる。スッパラやシャストリはこれを、マハリシ・バラード・バージャの口実を書き取ったものだと主張していた。1974年、バンガロールのインドリカ大学院で航空学。 機械工学の観点から検証が行われ、文献で説明されている航空機を拙ない鉄造と結論し、執筆者の航空工学の知識の乏しさが見て取れると評した。ありがとうございます。